市鳥取リポーターのかなです。今回はハワイ生まれの新しいアクティビティの大会を紹介します。海へ行こう。スタンドアップパドルサーフィン、通称サップ。大きめのサーフボードに立ったまま乗り、パドルで漕ぐ新しいウォータースポーツ。そんなサップの大会が今年初めて中海で開催され、熱いバトルが繰り広げられました。会場の上に立って姿勢を感じてすごくいいと思います。波乗りやったりとか、釣りをやったりとか、サップって言ってもいろんなカテゴリーでこう楽しめるんですよね。そういうのが魅力じゃないでしょうか。多くの水鳥が生息する汽水湖中海。平成17年11月にラムサール条約湿地に登録され、環境保全や正しい利用方法が考えられています。波静かな内海でこのサップは非常にいい場所ですよと、これからの一層の活性化に役立つということで、この大会を開催することになりました。サップが楽しめるのも中海の素晴らしい環境があってこそ。中海宍道湖一斉清掃などの環境美化運動も盛んです。地域の人々にとってとても大切な存在なのです。清掃に参加したり、清掃活動を皆さんが見られることで、周辺環境に対する意識っていうのがやはり向上して、きれいに守っていこう、きれいにしていこうという機運は高まってきたと思います。中海をみんなの手で守っていく、その思いが鳥取中海サップフェスティバル開催につながっています。多くの参加者が海と触れ合い、海とつながるイベントでした。海と日本プロジェクト公式サイトでは様々な情報を配信中です。